どうも。正解100億人の数少ないからファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、10月24日午前9時です。はいはい、今日も、まあ、午前中ね、編集作業、僕もちょっと残ってるんで、やっていって、うちに行きましょう、早く。そうしよう、はい、もう禁断症状出てるね、昨日ね。出ます、それは。昨日のお昼ぐらいからもうずっと打ちたいのして言ってましたもんね。打ちましょう。はい、やった。今日の目標何かありますか？今日の目標、今日1時に出るって言ったよね。1時半には出ましょう。1時半。うん、そうだね。まあシンプルに普通に1時半までに太鼓のドンの動画を。太鼓のドンじゃねえわ。あ、そうだ。素で間違えたんかい。僕にあんだけバカにしといて。ごめんごめん、ボケでも何でもなかった。普通に間違えた。普通に間違えたんかい。普通に間違えた。あの太鼓、作り終えます。はい、はい、僕は、パチンコ打ってて、ちゃんと、当たる可能性が少しでもあったらカメラ構える。それ大事、マジで。大体当たってから、おー、呼べ、ほら当たったじゃん。最近多いよね、しかもね。さあ、確かに、ちょっと名前客座でちょっと出つつあったかもしれないですね。そうね、まあ、ここらでね、ピッと着付けしてもらって、はい、やっていきましょう。はいはい、いってきます。いってきます。どうも、今日の就職国です。はいはい、ね、今日は良かったね。今日、良かったですか？良かったよ。すげえ良かったじゃん。はいはい。今日さ、大勝ちだよ。大勝ち。大勝ち。はい。大勝ちも大勝ちだよ。出たのが、だいたい、いくらだっけ？ 5 万5千ぐらい、さだまで5万。5万2千発ぐらいですかね。5万2千発。5万2千発ぐらい。で、計算して18万7千だよ。やったよー。やっと来たじゃん。ねえ。ねえ。これだから素人困るんですよ。何？これだから素人はほんと困る。あ、出た出た。そういう。調子乗らないでください、マジで。こんな確率がたまたま上行っただけですから。そんな。マイナスに触れることもあるし。うん。こんなんで一喜一憂してって、ほんと素人ですね。ちょっと、そう？僕ぐらいやっぱり一流になってくると、なんとも思わないから、こんな成績。あ、そう。なんとも思わない？うん。はい、そう。どうでもいいです、はっきり言って。もっとストイックに少しでも球増やせる、増やせていたのか、あなたは。無駄なものを一つでも一個でも減らそうと努力していたのか。そこを考えるべきなんですよ。どうでもいいんですよ、僕は。なるほど。わかりますか？おい！調子乗ってるじゃん。いつもビール飲まないじゃん。ねえ、プレミアムモルスとかしてさ、発泡酒じゃないビール飲んでっから。全然。いつもケチンポなのに。いや、ケチンポじゃねえから。ケチンポではないですよ。あ、そう。違った。だってよかった。よかったですよ、だって。ねえ。いや、そりゃ勝ちますわ。そうだよ。こういう立場に座れてたらね。うん。うん。ね、こういう時ぐらいはね、喜んでいいよね。喜びましょう、当たり前じゃないですか。じゃあ、僕もいただきます。はい。やったんかい。小芝居はこれで終わりですけど。今日はね、まあ、午後2時ぐらいから打ち始めてね。いや、僕が本当に、北斗エイトにこだわった。こだわってる、ずっと。その成果まさに出た。すごいよね。めっちゃ切れたもんな。ほんと出たもんな、マジで。すげえ戦ったもん。ラオウすげえ強かった。もうだって8回ぐらい連続でずっとボーナス1だったのもね。そう。そう。収束が一気に来ましたね、最後、ね。いいよ、一気に来た。嬉しかった。楽しかった。プレミアめっちゃ出たしね。西村さんが今日仕事した。仕事したね。やっと初めて仕事した。おい、言い過ぎだろ、それは。まあ、それなりになってきた感あるよね。多分ね。いやね、右ジャンプ2個拾って、拾ってきたんですよ。そうなんですよ。素晴らしい、あれは。あれ、神がかってたね。1個時短大、1個10ラウンドラッシュ。
しかも10ラウンドラッシュちゃんと全部取り切ったんですよね。全部500個綺麗に取り切った。もう察知が早かった。素晴らしい。30分前にね、発見発見とか30分後に発見とかだったら、うん、もうねパンクしてる状態ですからね。うん、サッチスもうだってめちゃくちゃね10個ぐらい先の島じゃない台を、ね、サッチしてすぐうちに行ってましたもんね、うんうんうん、あれとか言って、それでしかも8000個ぐらい取りましたもんね、うん、獲得、うん、すげえよ、クソラッキーだよ、ね、仕事した、仕事したよ、うん、成功だったよ。ねえ、今日当たりも軽かったしね。どの当たりも。うん。いや、これまぐれじゃないですよ。うん。その、右打ちアップ広いのも、うん、普通だったら知識ないとできませんし。うん。回転数も僕の31あったし、正直。うん。うん、すごいな。なんで特定ビルもあった。うん。同じ台でね。うん。なぜか釘を上げてるっていう。なぜかですよ。なんでもないはずなのにね。特定のが回収するのかもしれないですね。あんだけ 120% ぐらい客が入ってれば。いや、まあね、確かにね。まあ、言うて、めちゃくちゃ上げてるって感じじゃなかったもんね、特定日。上げてっちゃ、上げてるっちゃ上げてるんだろうけど。うん。まあ、北斗糸以外はちょっと打てそうな台なかったんですけどね。僕も結構、まあ、西村さんずっと確認中だから、暇だからずっと徘徊して、釘見まくってましたけど。うん。ね、閉店間際だった。カラコちゃん、そんだけ打ってなかった。うん。いやー、取り切ったしよかった。取りこぼすかと思ったけど、ぴったりだったね。10時25分ぐらいに終わったね。うん。うん、すごかった。まあ、2人での合算だけど、旅打ちでも最高額だったのかな。でも 5.5 万あるじゃん。ああ、でもあれは、あ、そっか、定まじゃないのか。うん、定まは5万発ぐらいだったから、で、交換率変わってないから。はいはいはい。あ、最高額来ましたね。はい。うん。いや、悪にするべきだろうとか視聴者は思ってるかもしれないんですけど、うん、関係ないっす。関係ないね。悪にしないっす。はい。そうそうと目標達成できそうだよね。うん。よかった。徐々にきゃな。はい。よかった。マジで気持ちよかったな。これで今月いくら勝ちになったの？ねえ。30万ぐらいですか、2人で。ああ。多分まだ計算してないですけど、はい、そのくらいじゃないですかね。はい。ロボ向いてきてるんですね。やっぱりね。はい。最初どのかと思ったけどな。うん。マイナス15万とかでしょ、だって。そっからね。うん。うん。そっからプラス30万までね、来るってのは、ちゃんと、ね、数字が、なんだっけ、収作じゃないですか。収作。収作。収作。はい。収束ね、覚えてくださいね、収束。みんな分かってると思います、大丈夫ですもんね。はい、そうね。僕もなかなか上達したでしょ。いやいや。本当に8。ね。まだ調子に乗らないです。相当よ。相当打ってるよ。いやまあね、僕の教えが上手いのもありますけど。まあそうな。まあ、うん。うまいというかきついんだよ。いやいや、トップ1%には入ったでしょ、多分。はいはい、トップ1%には入ってます。はい、はい、はい。今日でも最後はね、ちょっと、ミランドパカパカした時に、ちょっと止め打ち早いですって言ったんだよね。あ、まあそうね。はい、あともう1、2玉流してくださいって言って。言われて。はい、1、2玉か。1、2玉でもね、2玉入ったら30個ですからね。まあ本当だね。でかいよね。はい、でかいんです。うん、はい、あんまり今日どうしましょう、お時間がいてなかったですね。そうだな。全く考えてない。うん、明日は明日、明日、うん、明日もいいんじゃないですか。西村さんがいろいろ携帯調べたと調べたっていうのどこ行ってもいいし。ああ、はい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 、ああ、そうな、はい、確かに勉強したところ行ってください。はい、うん、そうな、うん、そうしようかな。はい、セミナーだからね。え、そうでしたっけ。まあいいや。はい。はい。じゃあ、そんなとこですかね。はい。はい、バイバイ。チャンネル登録してね。